それに俺があんたをここに連れてきたのだって、ただ話をするためだけだと思う？よいしょっと。ああ悪いけど、それはもうちょい向こうにお願い。怪我しないように気をつけてね。はあ、にしてもこれこんなに重かったっけ。まだ開けないでね。もうすぐ新年なのに、家の中が質素だと寂しいでしょ。で、いろいろ考えてたら、ちょうどこいつらのことを思い出したってわけ。道具はこれで一通り揃ったから、あとは肝心な問題だけど。知っての通り、今は俺たちしかいないからね。結構な量を飾りつける予定だけど、まだ頑張れそう？具体的には家具の配置を少し変えたり、可愛いグッズを作って飾ったり、思いっきりおめかししたり。確かにうちは例年そこまで本格的な祝い方はしてこなかったけど、今年からはあんたとここで過ごすことも増えるだろうし、このままってのも味気ないでしょ。だからそろそろ伝統を破るタイミングじゃないかなって。難しく考えなくて大丈夫だよ。俺たちは好きなように賑やかに過ごしてればいいから。そうだね、まずはこの赤い画線紙で窓飾りを作ってリビングの窓に貼ってみよっか。家族の団らんっぽく柄もそれぞれ違うやつを作ってさ。あ、もっと別の飾りを作りたければこっちに他の材料セットもあるからね。え、ああ、それは。
いやいや、そんなことないんじゃない？俺が下書きを書いてあげるよ。いや、そのさっきうちの年越しは例年簡単なものだったって言ったでしょ。だからまだ切り絵って作ったことないんだよね。あんたはどう？やったことある？気にしなくていいよ。今から一緒に学べばいいからさ。ちょっとここで待ってて。鉛筆とアートナイフを持ってくるから、お姉さんはどんなデザインにするか考えといて。おや、久しぶりだね。そんなにかしこまらないでくれるかい？新しい家族と会えるのが楽しみで、私が勝手に時間を早めただけだから。君はK と何を？私の予想が間違っていなければ、君たちは年越しを祝う準備をしていたのかな？いつもと違う。なるほど、いい試みだね。せっかくの家族団らんをにぎやかに過ごしたいと思うのは至って普通のことだ。だが
これらの道具やオーナメントは一体。ああ、気にしないでくれ。それと、もし手が必要な時はいつでも頼ってほしい。飾り付けのアドバイスくらいならできるだろうからね。父さん、帰ってたんだ。二人は何を？軽い雑談をしていただけだ。それで、お前も年越しの飾り付けをしていたのか？まあね。ほら、窓に飾る切り絵を作ろうとしてるとこだよ。そういうことだから、もう彼女は連れてくよ。いいよね。ああ、行きなさい。違うよ、言いがかりだって。俺はただアートナイフを取りに来ただけで。まあ、見ちゃダメだよ。あんたが言い出したことなんだから、ちゃんと守ってよね。それとも、三つ数えて一斉に見せ合ってみる？じらすなんて意地悪だね。一体何を書いたのさ。こんな絵ですら同じものを描いてるなんて、やっぱり俺たちの相性は抜群なのかな。ただあんたが描いた交流は年末の食べ過ぎで太っちゃったみたいだね。もちろんそうしたいけど、生徒が先生の顔をつかんで話してくれないんだよね。切り絵を実際に作るのは話が別だけど、下書きの絵くらいなら教えてあげるよ。まずはそうだね、下書きのここを直してみようか。
どうして俺が交流を選んだかわかる？あんたには言ったと思うけど、うちの交流はウロボロスの形を模していて、永遠に続く命を象徴してるんだ。簡単に言うと、家族のみんなが互いに支え合い、いつまでも親密な関係でいられますようにっていう願掛けだね。それから、こういう言い伝えもある。交流に見守られているものは、今日のような家族団らんを毎年のように迎えることができるって。本当かどうかはわからないけどね。どのみち交流なんて存在しないものだし、多分俺は小さい頃からそういう人と人とのつながりみたいなものに憧れてたんだと思う。誰かとつながっていたい、彼らの目の届くところで生きていたい、そして彼らがどんな風に一生を過ごすのかを見届けていたい。あんたはそんな風に思ったことある？なんて言ったらいいか、小さい頃から、そう、小さい頃から聞かされてたからね。誰だって家の伝統行事なら覚えるでしょ。もちろんですとも。どういったことをお聞きになりたいのですか？そのようですね。ケイボッちゃんはあなたがいらっしゃる前からずっとお二人の年越しについていろいろと計画していたようですから。私にもぜひ聞かせてくれるかい？そう緊張しなくていいよ。私はただワインを取りに来ただけで、面白そうな話を聞いてしまったのは偶然だから。君も最近の K の行動が気になるかい？そうなのかい？私の知る限り、K が家の中にそういったものを運び入れたことはなかったと思うが。弁護士さんとの年越しを楽しみにされていた以外、これといって不自然なところはなかったと思います。
もう少し待ってあげてみるというのはどうかな。せっかくの年末だからね、そこまで気を張る必要はないんじゃないかな。ゆったり構えて周囲を観察していれば、自然と答えが見えてくると思うよ。もちろん、君がどうしても安心できないというのであれば、私がヒントを出してあげよう。いかんせん、今日の刑は、私にも昔のことを思い出させてくれたからね。君に見せたいものがある。何を見てるんだ？泉家における先祖供養の変遷って、もしかしてお姉さん、これから民族学でも専攻する気なの？まあ結局のところ同じ血筋だからね、数百年越しに思考が重なってもおかしくないんじゃない？なんか書いてあった？他の家族も視界を通すことで先祖との交流が可能であるが、具体的な作法はすでに失われている。さあね、でも。作法が失われたってことは、俺たちの勝手な想像でもいいってことだよね。ところで、その儀式の司会はどんな清掃をしてたと思う？綺麗な衣装とか被り物みたいなやつでも、
あんたなら全部似合いそうだね。多分ね、いろんな人がいろんな調整をして今の俺たちがよく知ってる形ができたんだと思うよ。と言っても所詮ご先祖様と交流するなんて不可能だからさ。福祈りの儀式も先人たちの想像の具現化に過ぎないよ。彼らがそうしたのには彼らなりの理由があっただけで、俺たちがそこまで気にすることじゃないよ。俺が本当にしたいことはあんたと楽しく新年を迎えたい、それだけだよ。例えば？あんたは探求心が強すぎるね。だから俺にまだ言ってない本心があるんじゃないかって疑ってしまう。お姉さん、俺には年越しに関する良くない記憶があって、あんたに助けてもらうしかないんだ。なんて、俺が言うと思ってた。考えすぎだよ。今回は本当に何もないし、俺はただ単にあんたとの年越しを楽しみたいだけだから。具体的にはあんたに綺麗な服を着てもらって。どう？可愛いでしょ。この人が俺の婚約者で千年に一人ってくらいいい子なんだって自慢したりね。そうだ、これ持ってて。最後の儀式を完成させるのに使うんだよ。とりあえず真ん中のボタンを押してみて。どんなことが起きるのかはその後のお楽しみということで。
前見て。ここまでのことができたのは全部あんたがいてくれたおかげだから、最後にピリオドを打つのはあんたじゃないとね。ほらおいで、一緒に二人の成果を確認しに行こう。これでようやく円満に終わりそうだね。年越しを慌ただしく過ごしたり、過去の伝統を自分の手で塗り替えたり、初めてやってみたけど案外面白いもんだね。何にせよこれで俺が年越しにやりたかったことは全部終わったかな。どうかした？もしかして御霊屋に何か忘れてきた？どうする？戻る？一体どうしたのさ。あんたが俺に隠し事？それで一体何を黙ってたの？そんなにあれに興味があったの？だとしたらちょっと意外だな。
ごめんごめん。俺だっていいと思うし、あんたの願いなら喜んで叶えてあげたいけど、ちょっとした問題があってさ。それ用の準備はしてないし、手元に代用できる道具もない。このまま手ぶらでご先祖様たちと交流したら、さすがに失礼だと思われちゃうからね。想像？あんたの顔がはっきり見えてるのに、他の何を想像すればいいの？まさかあなたは俺の一度も会ったことのないヒーヒーおばあちゃん？どうぞなんなりと。そんな度胸ないよ。どんな小さな隠し事でも鋭い誰かさんにすぐ見抜かれちゃうからね。もちろん天に誓って本当だって。どんな質問であろうと包み隠さず正直に答えるよ。どうしてそう思うの？否定はしないよ。なんていうか、あんたのその優しさはすっごく嬉しいよ。実際これまで何度も救われてきたしね。けど今回ばかりは本当に何でもなくて、むしろあんたがいてくれたことで欲しかったものは手に入ってるんだ。もちろんあんたが探り始める前にね。
一緒にいてくれた。それ自体が俺にとって一番の贈り物だよ。どこから話せばいいかな。まずあのデコレーショングッズだけど、別に年越しとか儀式のために用意したものじゃないよ。まあ冊子を読んで衝動買いしたってところはあんたの読み通りだけどね。理由はあんたと似たようなもので、見慣れない風習に興味を持って思わずやってみたくなったんだ。多分俺は小さい頃からそういう人と人とのつながりみたいなものに憧れてたんだと思う。誰かとつながっていたい。彼らの目の届くところで生きていたい。そして彼らがどんな風に一生を過ごすのかを見届けていたい。他の家族も視界を通すことで先祖との交流が可能であるが、具体的な作法はすでに失われている。作法が失われたってことは俺たちの勝手な想像でもいいってことだよね。ところでその儀式の視界はどんな清掃をしてたと思う？考えすぎだよ。今回は本当に何もないし、俺はただ単にあんたとの年越しを楽しみたいだけだから。具体的にはあんたに綺麗な服を着てもらって。どう？可愛いでしょ。この人が俺の婚約者で千年に一人ってくらいいい子なんだって自慢したりね。実を言うと、あんたがこの家に来るまで興味はあったけど、実際にやってみようとは思ってなかったんだ。みんなに迷惑をかけてまで俺のおふざけに付き合わせるのもなんか違う気がしてさ。だから過去の行事を再現するための理由も再現する方法もなかったんだよね。あんたが俺の家族になって一緒にここに来てくれたおかげで、ようやく計画を実行に移せたってわけ。そういうこと。ここ数日あんたと一緒に過ごしてみて、俺はますます確信したよ。どんなに華麗で複雑な年中行事でも、きっとあんたとなら楽しめるんだろうなって。もっとも、この世にいない人と話すみたいなのは最初から不可能だけどね。俺は召喚師じゃないし、母さんに自分のことを話すことも、母さんが過去の年越しに何をしていたのかもわからない。だからあんたに慰めてほしいわけでも、昔できなかったことを再現してほしいわけでもないんだ。むしろ、覚えてる？あんたが最初うちの行事に詳しくないって言ってて、おどおどしながら切り絵を作ってたこと。あのあとこっそり父さんのところまで行って、俺に隠れて行事に関する補習を受けてたでしょう。そういうあんたがしてきたことすべてが
俺を満足させてくれるんだ。前に一人で飾りを隠してた時よりもずっとね。この年末にしてきたことは正直遊びだと思われても仕方がないことばかりだけど、俺にとってはすごく価値のある不思議な体験だったんだ。まるで幸せだった過去がずっとそこにあって、大きくなった俺を知らない家族と一緒になって作業してるような気分っていうかさ。もしかすると俺たちが見えない時空の中で母さんたちも慌ただしく準備してたのかもね。俺たちがそうしたように飾りを倉庫から取り出して、家中に飾り付けをして、切り絵を作って、小麦粉の料理を作って、そういうわけじゃ。だからそれは不可能だって、さっきも。あんたはどんなことをするつもりなの？全部って、そんなの多すぎるよ。まあでも年に1回しかないチャンスだし、まずは俺たちの状況から伝えようかな。どこで知り合って、どこに遊びに行って、2人の関係がどこまで進んだのか、あるいは俺の婚約者すっごく可愛いでしょ、しかも1000年に1人ってくらいいい子なんだよって、ご先祖様たちに自慢したりね。司会さん、俺に迫ってくるってことはもう儀式は終わったの？どうかした？
当たり前でしょ。というか、あんたの方こそちゃんと覚えてるか心配だけどね。そのことを。あの時あんたは確か酔ってて何も聞こえてなかったはずじゃ。おかしいな。あんたが言ってくれたことはどれも俺が聞きたかったことなのに、今はひたすらに恥ずかしいよ。多分俺の考えや行動が大人っぽくないからかな。あんたはどう思う？俺みたいな年の男が母親に自分が無事だと伝えたいと思うのは別におかしいことじゃないよね。なら気にしなくていいか。俺はここにいる人にもいない人にもみんなが思ってるよりずっとずっと幸せだぞってそう伝えてあげたい。生涯大切にしたいと思える人が見つかって今はその人と一緒にいるから。ちゃんと愛されてるし家族の温かさも知ってるよってね。今もこれからも俺のそばにいるこの人は絶対に俺を置いてどこかに行ったりしないからさ。でもさ、あんたって時々ちゃんとずるいよね。とぼけるつもり？大丈夫だって言ってるのに何度も何度も投稿を迫ってきたくせに。しかも白状した後も俺のことを揺さぶってこっちが欲しがるよう仕向けてさ。違う？そうだね。まずはこうしようかな。
っと窓のそばで話すってのも変だし、安心するからこうしてくっつかせて。待たないよ。さっきはずるいって言ったけど、よくよく考えてみたら、毎回俺ばっか振り回されるのは、それだけ俺が簡単には満足できず、常に期待している欲深い人間だってことかな。だってそうじゃない？俺はずっと過去なんて気にしてないって言ってたのに、結局はあんたと実行したし、あんたが司会をやってた時もちゃんと満たされてたはずなのに、どこかで物足りなさを感じてたんだ。それに俺があんたをここに連れてきたのだって、ただ話をするためだけだと思う？あんたが他の誰かを演じてるとこなんて俺は見たくないよ。もしまだあんたが儀式を進行してるなら、これからすることは不敬にあたる行為かもね。俺が聞きたいのは一つだけ。今のあんたは誰？この泉慶が愛してやまない人？それとも男女の事情すら知らない司会？においで。おはよう。まだベッドなの？それじゃ俺の方が早起きだね。吉明さんとの買い出し中にふとあんたの顔が見たくなってさ。珍しいって？まあ確かに問題はあるね。こないだいろいろと飾り付けたでしょ。あれの片付け中、うっかり床を汚しちゃってさ。なのに家の洗剤が切れちゃったから仕方なく買いに来てるってわけ。笑わないでよ。さっき庭を片してたら服まで破けちゃったんだからさ。ほら。でも心配しないで。午後はあんたと遊びに行くからね。そうだよ。サクッと家を片付けてすぐ迎えに行くから。お、そういえば買い物中に面白そうなとこを通ったんだけど、午後一緒に見に行ってみない？新しい民族手芸工房だよ。ちらっと聞いたけど、体験授業もあるってさ。切り絵作りに菓子作り、よりどりみどりらしいよ。え、どれが興味あるかって？切り絵はもうやったし、やっぱりお菓子かな。
他のカップルが楽しそうにあーんってやってる時にかわいそうに指をくわえてる俺なんて見たくないでしょ冗談だよ。どんなものを作っててもあんたと一緒なら楽しいから。うん、また午後にね。着いたらすぐ電話するから少し休んでて。